ようやく終わったな相変わらず嬉しそうにつけるね。だって京也くんからのプレゼントだもん。本当はずっとつけてたいけど。ペンダントは隠せてもブレスレットは目立つもんね。でも気をつけた方がいいよ。え、何を？ああ見えてサタくんってねちっこそうだからね。なくしでもしたら、この俺が与えてやったものをなくしただと、地球の裏側まで探しに行ってこい。死ぬ気でな。なんてあれ、ありうる。サンちゃん、地球の裏側って行くのにいくらかかるかな。片道30万ぐらいじゃない。おい帰るぞ。京也くん、私頑張る。泳いで地球の裏側まで行ってくる。夏休みの予定か。愛あることなんて求めたりしないよ。だがあなたに従うの。地球の裏側とかいちいち大げさなんだよ。だって本当に大事なんだもん。なくしたらきっと立ち直れない。まあまあ、それよりさ、みんな夏休みどうすんの？サンちゃんは家族で旅行だっけ？うん、来月の頭にね。それ以外は今のところ予定はないかな。だったらいっぱい遊べるね。そうだね。俺もお盆は島根のばあちゃんとこ行くけど、それ以外開けるから遊んで。一生島根にいれば。みんな家族と出かけるんだね。私なんも予定ないよ。だからすっごい暇。気楽でいいじゃねえか。家族団らんなんて煩わしいだけだし。そういえばお母さん離れて住んでるんだよね。休みの間に会いに行ったりしないの？しねえな。近づきたくもないね。そっか。私また無神経なこと言った？言ったよね。もっと考えて喋れよ、このバカ。お母さんどこ住んでんの？神戸。いいじゃん、観光がてら遊びに行けば。なんで行かないの？もういいじゃん、人にはいろいろあるんだし。念のため言っとくけど、幼少の頃のトラウマとか、捨てられて憎んでるとか、仲違いで埋まらない確執とか、そういったもんは一切ないからな。え？前にも言ったろ、何とも思ってないって。じゃあどうして？別に話すことじゃ。いい？もう一回言ってあげる。 100% 幸せにする自信があるなら、あんたの誘いに応じてあげてもいいって言ってんの。そりゃもちろん。俺なりにどんな夢でも見させてあげる。今の時点でマイナス100ね。え？俺なりなんてダメだった時の保険でしょ。自信ありませんって言ってるようなもんじゃない。中途半端な覚悟で私を口説こうなんて一世紀早いわ。不快だからさっさと消えて。ちっ、なんだよブス。はいはい、さよならブス先さん。とことんみっともな。マイナス1000ね。あれは見た見た、
怖え、声かける相手完全にミスったね。でもまあ正論だよね。ちょっとかっこいいかも。京也くん？京也？知り合い？なんでお前いるんだよ。お前？この愚弟が！相変わらず姉に対する口の利き方がなってないわね。あ、姉！改めて初めまして、サタレイカです。京也がいつもお世話になってます。超びっくりですよ、サタ君にお姉さんがいたとか。私いないことにされてたの？まあ母と神戸で暮らしてるし、こっちには年に 1,2 回しか戻ってこないからね。それに私が連絡しても全然返事しないし。お姉さん、エリカを知ってた？まったく、勝手に一人っ子だと思い込んでた。じゃあこの人、将来私のお姉さんになる人？あなたたちも京也のお友達？いえ、私はクラスメイトです。私は何をボケっとしてんだ。私は京也くんのご家族を前に、京也くんの彼女やらせてもらってます、篠原愛香と申します。こちらこそどっちさ、お世話にされっぱなしです。よろしくお願いします。以上です。普通のことしか出てこなかった。バカな子だと思われたかな。へえ、彼女。京也の相手してくれてありがとう。可愛がってやって。あ、はい。じゃあそろそろ行くわね。帰ってやることもあるし。おお、荷物あんたが持ってきて。うちに来る気かよ。何、文句あるの？ほら早く。タクシー使えよ、めんどくせえ。嫌ならいいのよ、断っても。先帰ってあんたの服全部バラバラに切り刻んどいてあげる。前みたいにね。似ている、むしろさらにひどい。横暴なやつめ。じゃあな。あ、うん、メールするね。なかなか強烈なお姉さんだね。それにあんな佐田君ちょっと予想外。うん、お姉さんのこと言いたがらなかった理由分かった気がする。お父さんは海外出張中。相変わらず仕事の虫くん。会えない家族のために働いて虚しくないのかしらね。そんなもんだろ、父親なんて。ま、ちょうどよかった。お父さんの部屋使えるし。私しばらくこっちにいるから。は？何のためんだよ。観光よ、観光。久々にこっち戻ってきたんだから遊び倒すの。あんたの彼女エリカちゃんだっけ？見た目で釣られちゃう子が相変わらず多いのね。あんたみたいなガキを好きになるなんて、たとえ弟じゃなくても願い下げだわ。あたしは。そりゃこっちのセリフだ。なんか言った？別に。あんただってどうせ気まぐれとかやりたいだけなんでしょ。さっさと別れてあげなさいよ、気の毒だから。何かと思えばあんたに口出しされるようなことはしてねってんだよ。口出しするわよ。最低な弟なんて耐えられないの。だから気まぐれじゃなきゃいいんだろ。まさか本気だって言いたいの？嘘でしょ、あんたが。恋愛なんてごっこ遊びで幸せに浸るとかバカすぎる。自覚してままごとやってる幼稚園児の方が何倍もマシだぜ。なんで中二病全開だったくせに。うるせえな、そんな話どうだっていいだろ。荷物さっさと片付け。後でやるわよ。私に命令しないでくれる？京也がね。
寝てた？いや、誰ですか？ああ、私です。京也の姉の。はい、どうもです。おはようございます。いえいえ、全然大丈夫です。どうしたんですか？エリカちゃん、今日何か予定あるの？いえ、特には。本当？なら、私とデートしない？50点。テレビで見たときはすごい行列だったから期待してたけど、やらせだったのかしらね。そうですね。テレビの情報を鵜呑みにしちゃダメですよね。食べれないこともないけどね。そうですね。ごめんね、付き合ってもらっちゃって。いえ、とんでもないです。こっちに親しい友人もいなくて、あと個人的にエリカちゃんに会いたかったの。やっぱり死ぬ定めだ。顔普通、ウエスト普通、足首普通、マイナス500年。弟にふさわしいか見極める気でいらっしゃる。でも同時にお姉さんの懐に入り込むチャンス。私もお姉さんとまたお会いしたかったんで嬉しいです。今日はとことんご一緒させてください。あら、いいの？優しいのね。じゃあどんどん行こっか。はい。ありがとうございました。これ楽しみだったのよ。どこかで座って食べましょう。公園とか。はい。かわいい。見た目よし。すごい食べますね、そんな細いのに。そう？普通だと思うけど。おいしい。90点。エリカちゃんも食べてごらんなさいよ。さすがにもう苦しい。これってもしかして、俺の酒が飲めねえってのかい？こういうこと？はーはい、いただきまーす。うわ、うまそうだね。一口ちょうだい、なんつって。女の子だけで寂しいじゃん。俺らとどっか行かない？お動物園にでも行ってきたら？あんたたちなんかでも相手にしてくれるメスザルがいるかもよ。そうっすよね。こりゃ失礼いたしました。ほんと世の中いい加減な男ばっかりね。手厳しいですね。当然、私軽いナンパって大っ嫌いなの。あわよくばなんて気持ちでどうこうしようなんて完全に女をバカにしてるわよね。蹴り上げてやりたくなっちゃう。どこを？遊びで満足してるような人は男とは呼べないわよね。単なるお子様よ。京也だってそう。私にしたらまだまだガキンチョ。それって京也くんがいい加減な気持ちで私と付き合ってるって言いたいんですか？そうは言ってないけど、姉としてはにわかに信じられなくてね。大丈夫ですよ。確かにだらしない時期もあったけど、今は改心してお前だけだって言ってくれました。何それ、京也のセリフ？そんな安っぽいドラマみたいな。私が悪い男に騙された時も本気でそいつをボコボコにやっつけてくれましたし。嘘でしょ、少女漫画のヒーローじゃないんだから。これだって京也くんがお前は俺のもんだって証しにくれたんです。犬じゃあるまいし。こないだなんか耳元で大好きだよってささやいてくれました。やめて、もういいからやめて。おかしい。悪いけどありえない。あの子のそんな姿想像するだけで気持ち悪いわ。嘘じゃないし気持ち悪くもない。何がおかしいの？
家族だからって何でも分かってるつもりなんだろうけど、京也くんだってちゃんと本気で人を好きになれるんです。あなたこそバカにしないで。自分で言ってて恥ずかしくない？じゃあ真剣な人を笑うことは恥ずかしくないんですか？言うじゃない。でもいいのかな、私にそんな口聞いて。いくらお姉さんだからって彼氏の悪口言われたらムッとします。いいわね、勝負しない？え、もしもエリカちゃんが私に勝てたら謝ってあげるけど。服刻むとかすげえな、お前の姉ちゃん。そりゃ俺ん家に逃げてきたくもなるわ。笑い事じゃねえよ、昔っから迷惑してんだ。しかも年々ひどくなる。まあ兄弟なんてそんなもんだ。俺も朝起きたらこれだぜ。 あいつだ。ん？ああ姉ちゃんか、出ないのか？どうせろくでもないことだろう。でも電話出ないと後で大変じゃないか。もしもし。は？だから今すぐクルトンホテルに迎えに来なさい。なんでわざわざ俺が？自分で帰ってこいよ。あんたバカ？それができないから言ってるんでしょ。お金もないし動ける状況じゃないの。そりゃ吉報だ、一生そこにいればいい。可愛い彼女を見捨てるわけね。エリカが一緒なのか？なんで？なんでもいいでしょ、とにかくエリカちゃんの方が重症なのよ。あいつと何かあったのか？別に、噛みついてきたから可愛がってあげただけ。いい、分かったらさっさと来て。おい、エリカちゃんどうしたんだ？おい、キョウヤ！遅い！私を待たすなっていつも言ってるでしょ！あいつは？今はダメなの。あんたはおとなしく。あっちか。ちょっと！ダメだって言ってるでしょ。うるさい、どけ。何？私に逆らうの？あんたどうなるか分かってる？好きにしろよ。場合によっては、俺も黙ってない。何よ、カッコつけて。お客様、大丈夫ですか？気持ち悪い。すみません。まさか、京也くんまで来てくれるなんて。私が呼んだのよ。それより大丈夫？あ、はい、だいぶ楽になりました。何があったんだ？いや、実はあれ、お姉さんに食べ比べ勝負を挑んだんだけど限界突破しちゃって、それで。なんだそれ。今日や。てえな、このクソ。だから言ったでしょ、ダメだって。女の子に恥かかすんじゃない。ほら、さっさと財布よこしな。まだお会計済んでないんだから。1万円お預かりします。エリカちゃんなかなかやるじゃない。場合によっては俺も黙ってない。一丁前に男の顔してんじゃないわよ。気持ち悪い。で、なんで勝負なんてことになったんだよ。それはお姉さんが京也くんのことをバカにするから。それで？え？そんだけ。なんだそら、小学生が。だってムカついたんだもん、いくらお姉さんとはいえ。言わしときゃいいんだよ、めんどくせえことになるんだから。じゃあもし私がバカにされても京也くんは黙ってるの？当然、二度と口聞けないようにしてやるよ。って言ってほしいんだろ。どうせ罠
だと思ったよ。わざと引っかかってやったんです。そうか、成長したな。くそ、油断した。最近いい思いばっかだったからな。でもね、お姉さん、すぐにわかると思います。京也くんもちゃんと人を好きになれるって。だって家族だもん。いい子じゃない、エリカちゃん。根性も度胸もあるし、好きだなあ、ああいう子。まあ、根性はあるかな。それでね、一度神戸に連れて行ってあげようと思うんだけど、いいわよね。ママ？うん、着いたよ。清也くんのお母さんってどういう人なの？あ？どんなって、普通のおばちゃんだよ。もっと具体的に。大丈夫よ、エリカちゃん。試験だとかそういうつもりは全然ないから。ママも来てくれたんだ。清也くんの、秘められた過去、失われた絆、すれ違う思い。夏の夜空に狼少女、最後にして最大の嘘が花開く。次回 IQ 悟空 I love you。 全ては愛の名のもとに。